とりあえず次の道の駅に向かいます。でその次の道の駅を過ぎてしばらくちょっと行ったところで、せせらぎ街道を離れてモンデウススキー場かなかなんかあっちのやーやーいただきました。モンデウススキー場かなんかの道の駅になってるところがあるんですけど、そちらの方向へ向かいます。ちょっと道が狭いんでどうかなとは思うんですが、まあまあまあ対向車があんまり来なきゃいいなとは思ってるんですが、なんかコロナの緊急事態宣言が明けて、まあ一気に皆さん動き始めてるとは思うんですけど、なんかいろいろ物が値上げラッシュみたいで、なんかいろんなものがもうどんどん値上がってくよな。ガソリンも今結構160円超えてるところ多いですよね。我が家の近所はまだ155円とかそのあたりぐらいだとは思うんですけど、でまたなんかもう僕はやめたからいいんですけど、またタバコが値上げされたみたいで、嫁さんの親父さんはまだタバコ吸ってるんで、もう親父さん車の免許返したんで、そういうタバコとか、買いに行くのに嫁さんがまとめて買ってきてるんですけど、10月から値上がったみたいで、10カートンぐらいまとめ買いしたみたいなんですが、まあ値段いくらかもう知らないんですが、まあ自分もずいぶん前はタバコを吸ってて、やめる直前までは2箱ぐらい吸ってたかな。2箱いかんぐらいですね。は一番ピークのところ吸ってて、でタバコが一気に1箱相当値段上がった時があるじゃないですか。まあ 10年ちょっと前ぐらいかな。で、あの時にもうそのまま吸い続けてると小遣い全部タバコ代になるなっちゅうことで、まあタバコスパッとやめたんですけど、まあ自分でも正直一発でやめれるとは自信はなかったんですよね。ただもうやめないと小遣いもたんよっていう感じはあったんで、中途半端に本数減らすとか、まあ今までも本数減らそうとかしたことはあるんですけど、まあことごとく、失敗にあっという間に終わって、減らすのっていうのはまあ無理だなっていうのは分かってたんで、もうやめるならもうきっぱりやめる、一切吸わないっていう状態じゃないとまあ無理だっていうのは分かってたんですけど、でまあこの方法は推奨しないです。多分お医者さんが聞いたらそれ絶対やばいよって危険だよって言われると思うんで、真似する場合は本当に自己責任でよく考えて真似してください。一応言っておきます。結構やばい人はやばいかもしんない、やばいことになるかもしんないんで、気をつけて、真似する方は真似してください、自己責任で。でその方法なんですけど、まあ毎日、40本近く、吸ってたわけなんですけど、まあ基本我慢する、まあそれしかないとは思うんですけど、ただまあそれだと今までできなかったんで、当然今回も小遣いがかかってるとはいえできなかったと思うんですけど、でどういう方法を取ったかっていうと、毎日
2箱ぐらい吸いつつ、禁煙パッチってあると思うんですけど、禁煙するためにあの腕とかに貼って、そこからあのニコチンを体に吸収させて、タバコをやめるっていう貼り薬みたいな、そういうのがあると思うんですけど、まああれは結局あのタバコを吸うのをやめて体からニコチンが抜けていくと禁断症状が出るんで、それを抑えるためにパッチを貼って、パッチからニコチンを体に吸収させて、まあタバコは吸わないけどニコチンを体に摂取させて、まず吸うという習慣をやめさせるためにあるもんだと思うんですけど、多分それでもやめれない人がほとんどだと思うんですけど、あれを僕は併用しました。っていうのは2箱吸いつつ1週間禁煙パッチを貼り続けました。そうするとどうなるかっていうと、体の中にニコチンが満タンになるわけですよ。通常よりもかなり多い量の、ニコチンが体に満タンになるんで、ニコチンを摂取しすぎると気持ち悪くなってくると思うんですけど、まあ、普通にタバコ吸ってても本数吸いすぎると気持ち悪くなるんで、まあ、そういう状態を作り出すわけですよ。そうすると気持ち悪くてあんまりそういう時って吸えなくなるんですけど、まあ、その状態を作り出して1週間パッチを貼り続けて、でもうちょっと気持ち悪いなっていう感じのところでタバコを吸うのをやめました。そうするともうタバコ自体が気分悪いんで吸いたくなくなってるわけですよ。それで自然にやめれました。で禁煙パッチの方はタバコをやめてから1週間ぐらいはまだ続けて貼ってたと思うんですけど、そうすると、まあ、通常禁煙パッチ貼った状態で、例えば体の中 のニコチン濃度が 150% ぐらいマシマシの状態になってるやつが、まあ、タバコをやめてタバコを吸ってる分は減って、禁煙パッチの分だけが残るんで、徐々にニコチンは減ってくるんですけど、最初がもう吸いたくない状態からやめてるんで、あっさりやめれました。いつもだと3日ぐらい経つと結構吸いたくなるんですよね。まあやめようとしたことがある人は分かると思うんですけど、もう、まあ、とりあえずやめ始めて1日目の夜とか飯食った後とかめちゃめちゃ吸いたくなると思うんですけど、まあもう吸いたくない状態にしてからやめてるんで、そういう禁断症状がかなり少なくて、まあ、ゼロじゃもちろんないんで、やめるっていう気持ちがなきゃ無理だと思うんですけど、それでまあその状態でまあ最終的に1週間ぐらいはパッチ貼って、その後はもうパッチもやめたんですけど、それで1ヶ月ぐらい経った頃になると、あんまりタバコのことを考えなくなります。ただたまにやっぱり食事した後とかなんか手持ち無沙汰になるんで吸いたくはなるんですけど、もうそこはあとはもう気持ちで抑えていくだけなんですが、まあそういう状態を作り出してやめました。でどうかな、3年4年ぐらい経つともうタバコの匂いが嫌になってきます。他人が吸ってるタバコの煙がやっぱ自分のところに漂ってくると、あ、ここもともと料金所があったところですね、ここが料金所があったところです。他人が吸ってるタバコの煙が自分の方に来るともうタバコの匂い嗅ぎたくなくなってきます。3、4年ぐらいはかかったと思うんですけど、
でもう今はもう10年以上経ってるんで、もう一切たまに吸いたくなるとかいうのもないですね。だからきっぱりそれで一発で一応やめられました。でもちろんタバコに費やしてた小遣いが全部自分のところに残るんで、使える金額は多くなりますし、タバコ吸ってる時ってもう絶えず今吸えないところが多いんで、どこで吸えるかっていうのを気にしながら行動してると思うんですけど、吸われてる方は食事した後とか、ここは禁煙だからどこら辺にいると吸えるようになるとか、そういうことを気にしてると思うんですけど、あとどっか旅行行くのにも宿で禁煙なのか禁煙じゃないのかとか、とにかく吸える場所をとにかく気にしてると思うんですけど、そういうことは一切なくなったんで、タバコを気にせずにいろんなところに行くのを決められるんで、すごい楽になりました。うわー水ー、もうトンネルは絶対水出てるよね。おー17度、やっぱり冷えてくるね。ここら辺多分一番気温低いんだよね今日は。まあそんな感じでタバコのことを気にせずに行動できるようになったんで、制限がなくなったんで、それはやっぱり楽になりました。まあなかなかやめられない人いると思うんですけど、なんだかんだ言ってもやっぱやめた後のメリットの方が多い気はします。やめろとは言いません。吸いたい人は吸ってもらえればいいです。きちんとした吸える場所で吸う分にはそれでいいと思います。もうこの世の中の喫煙者のバッシングはちょっとひどいと思うんで、吸いたい方は吸っていただければいいと思うんですが、まあやめた方がメリットは本当に多いと思います。やめようとしている方頑張ってください。ちょっとこの道の駅はパスします。さっきのところと近いんで。あれナビ、あ、そっか、ナビ再設定しなかんのか。続きじゃダメなんだ。どっかに止まらないと。